三宅町は、奈良県四季郡の町、面積4.07平方キロ、人口7634人、県内で最も狭い市町村であり、全国でも2番目に小さい町である。中心部にあり、町役場、文化ホール、三宅小学校、三宅幼児園、中央公民館、浄水場、童話対策総合センター、奈良県農協三宅支店、三宅郵便局、あざさ園、 県民グラウンドなどの施設が集中している。歴史的遺跡では、氷炭山古墳、友の堂で屋敷の迷路、大使堂、友堂木月神社がある。川沿いに、シンボルの木があったが、部分伐採された。北東部にあり、聖徳太子の腰掛け石で有名な白山神社、その向かいの病武木月神社などがある。神言、立秋の認証の出身の地で、これに由来した。 全国折り鶴選手権大会も行われている。敷季も中学校の運動場部分も屏風に属する。東屏風と呼ばれる大志道から平風地の間にある住宅地も住所は屏風であるが、この住宅地内にある体育館は東屏風体育館である。また、屏風団地の最北の道路が川西町との境界になり、この道沿いの北側の住所は川西町欠先となる。 ただし、水道や下水道は、三宅町の設備を利用している。病部団地の南側、友道の東側に位置する。町内で、最も人口の少ない大技である。明治期に、病部地区より分離し、一つの大技となった。町内の東部及び南東部の広い部分で、近鉄柏原線岩見駅周辺と、岩見池周辺の新岩見住宅地がある。新岩見住宅地は、 四季消防署に近い。この付近は、カラコ、鍵遺跡の北部に含まれると考えられている。施設としては、県立高等技術専門校や、奈良県技能検定場がある。西部の広い地域が田島と呼ばれる。近鉄田原本線の田島駅周辺が、住所の上では、田島となるが、それよりも、飛鳥川、蘇我川に近い地域は上、田島と呼ばれ、住所も上、田島となる。 古くから飛鳥川やソガ川の氾濫が多く、治水対策がたびたび行われてきた歴史がある。野球グローブなどの川産業で有名な地区である。ソガ川よりも北西部分の地域。著名な施設では、大和金額研究所がある。広陵町の奈良県第二浄化センターに近い。また、北部は川西町東院に近い。古代の大和国城下軍三宅里の地であり。 山と三宅に否定される。旧三宅村を中心とする尾光地上には国造家の墳墓とみられる。三宅古墳群が所在する。三宅町岩見、田島など町周辺には旧国名地名が多い。なお、衆議院議員選挙の選挙区は奈良県第二区奈良県議会議員選挙の選挙区は式群選挙区となっている。三宅町内の郵便番号は636から02。 XX で、周廃業務は、ターラモという便局が担当している。古くから、スポーツ用品の生産が盛んで、現在も50近くの業者が存在する。最盛期には、国内のグローブ生産量の80%を、三宅町が占めていた。また、繊維系の工場も多く、特に靴下の生産量が多い。奈良県統計1990年をピークに、人口は、 減少傾向にある。2017年には、奈良県北部の平地部では初めて、過疎地域に指定された。学校、編集、町内が全て校区である。川西町及び三宅町の全域が校区。所在地は、川西町結先と三宅町屏風の境界部分の大市道沿いにある。校舎部分は川西町に、運動場やプール、体育館のアリーナ以南の部分は、三宅町である。 学校教育以外の施設、編集岩見駅田島駅近畿日本鉄道2017年3月31日時点で、町内にガソリンスタンドは存在せず、給油の際は近隣市町に行く必要がある。京奈和自動車道国道24号、柏原バイパス等町内に路線バスは運行されていないが、東町北部の川西町に近い地域では、川西町コミュニティバス、 川西コスモス号が利用可能で、欠先駅まで向かうことができる。また、東朝西部では、広陵町コミュニティバス、広陵元気号北東部支線の大場停留所が利用可能な地域があり、橋尾駅や大和高田駅まで向かうことができる。ありがとうございます。